今回イギリスのスタイルを皆さんに教えることができるということで、とても楽しみにしています。バーミンガムロイヤルバレエ団は7月に退団したのですが、今度の2月の9日に白鳥の湖を東京文化会館の方でさせていただくので、そのために今でもバレエ団でクラスはできる時にはやっています。あと、ロンドンのロイヤルバレエスクールでディプロマ・オブ・ダンス・ティーチングという先生の資格を取る、コースをやっています。今回は、リースの結婚のレパートリーを担当させていただくことになっています。リースの結婚というのはアシュトンの代表的な作品で、イギリスならではという感じのバレエです。その中から抜粋してリースのソロやマイムを皆さんに教えることができることを楽しみにしています。アシュトの作品は私は特に大好きで、リースの結婚をはじめ、2羽の鳩や真夏の夜の夢などがありますが、全体的に足さばきがすごく速い動きが多く、最初にやり始めた頃はやりにくかったりもするのですが、だんだんやるうちに体に馴染んできて、やりやすくなっていく作品が多いです。